皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー実況楽しく遊んでいきたいと思います。今回は週間いいねランキング1位の方のコース、高校受験生さんのコースをいくつか遊んでみたいと思います。ちらっと見た感じね、スピランコースがいっぱいあったので、まあスピランをメインにそれ以外のコースもねちょっと混ぜながらやっていく感じにしたいと思います。まず最初はこちら、小学生におすすめするシンプルで楽しい60秒スピードラン、クリア率 32%、 こちらのコース遊んでみましょう。60秒という結構長めのスピードランなんだけど、クリア率が 30% 以上もあるんですよね。これは自分がコースを作るときの参考になるかな。基本的にはまあ難しいギミックはあまりないと思うんで、サクッと一発でクリアしていきたいなと思ったけど詰まっちゃったよ。大丈夫かな。残り45秒、1エリア15秒平均ってところなのかな。大きなメットを蹴ってきたら、こうやってさ敵を踏んづけて倒していくのが結構多いね、この方のコース。イカさんとかハナちゃんとか、このハナちゃんを地面に入り込ませるの結構大好きでございます。ここは三段ジャンプとかそういうのはないのかな。今のところそういうのはなさそう。まあそういうのがあると結構やっぱりクリア率一気に下がっちゃうと思うので、小学生向けといっても今の小学生すごいですからね、もっと難しくてもクリアできると思うけど。なるほど、このぐらいの難易度だとみんなに受けていっぱいいいねをもらえるのか、自分も参考にさせてもらおう。はい、お次はこちら、スピードを落とすと危険、時間がギリギリで難しいスピードラン50秒、クリア率 5% 台なんで、さっきに比べるとかなり難しくなってますね。ベストクリアタイムは47秒、ちょっとさっきは12秒ぐらい余ったんだったかな。それに比べると確かに結構ギリギリになってる感じがします。クリームを踏んだり、こうやって2マスのところ行ったり来たりするのが多いね。ピンクコインをゲットしたら壁キック、ちゃんと目印があって分かりやすくなっています。この音符はできるだけ踏まない方がいいんだけど踏んじゃった。まあいいか、このぐらい多分大丈夫でしょう。スピン、そういえばさっきのコースはスピンジャンプするところもなかったのかな。そういう意味では確かに難易度が上がっている。 P スイッチを踏んで折り返したら、また出た、このゲストを踏みつけられ、あーやっちゃった。よし、さっきの動作のエリア越えてきましたよ。右ダッシュだと信じる砲弾、よーし、うまく反応できた。この砲弾のタイミング調整って作るのも結構しんどいんですよ。実は私もいくつか作ったことあるんですけど、次はまた右スピン、オッケー、反応したぜ。ブラックパックンでこのメットを落とすの流行ってるんだね。危ない危ない、最後結構ドッキリしました。ハラハラドキドキ、ガリガリとファイヤーバーデッキューに乗って次のエリアに進んでいきましょう。はい、お次はこちら、壁キックの練習をしよう5、クリア率 10.31% ですね。壁キックの達人と呼ばれたことが一回もないくるくるくるさん、むしろどっちかというと苦手なんで、せいぜいタイムアップにならないように頑張っていきたいと思います。なんという内向きな目標、ここまではでも一発で来れてるんじゃないでしょうか。はい、オッケーでっていう、これ乗り捨てだね、言うまでもないよね。いい感じじゃない、まさかこのままタイムアップなしでクリアしようなんてこともあるんじゃないですか。わずか23秒で中間ポイントまで来れるなんて、くるくるくるの壁キックコース史上今まで、危ない危ない、今までなかったって言おうとしたら急に難しくなってきた。ブラックパックンが引いてあるけど、あーちょっと慌てたけど無事に突破。これはいけるいけるいける、上にまたブラックパックンかなんかいるんじゃないの。落ちちゃった。意外とこれ難しいんですよ、スライドして上上上、コインかよ。まあ何かあっても取れないからしょうがないか。ここは一マスのところを叩く、結構狭くて、あ入りにくいな、意外と難しいぞ。ほい、ここで結構時間使っちゃいそうだな。ほい、お叩けた、大きなボム兵が道を切り開いてくれます。これはこうこうでいいのか、こういうことだよね多分ね。ちょっとずつちょっとずつ登っていく、でオッケー完璧。落ちる床から
いい感じじゃない？ここまででもやっぱりそんなに難しくはないですよね。しまった、画面が今ちょっと止まっちゃったんだよ。いいや、これやり直した方が早いや。耐久できるかなと思ったけど、ちょっと Wii U の本体が今遠い位置にあるんで画面が時々バグってます。ちょっと言い訳落つ。ほいほい、はい、無事に入ってこれましたと。ここで2つ目の中間、やっぱり中間追い越すありがたいですね。あれ、今なんで扉入ったし、上ボタン押しちゃったか。ほい、これ氷ブロックに乗っていくこともできそうな気がするけど、それはしないのがルールですよね。ほいほいほい、上にブラックパックが出るんじゃない。ない、よーし、挟まれてやられちゃうこともあるから気をつけていこう。このブラックパックンだけは当たらないように本当に気をつけないとダメだ。壁ぐずりしてからのパックン、よし、そろそろ終わりかな。くるくるくる、行き過ぎた、先に出て乗っちゃおう。そうして、さあ、あ祝福先に受けちゃった。イエーイ、3、2、1、くる。はい、お次はこちらのコース、いいねランキングの難しいの第2位、トンネル掘削。1日わずか 10m の地道な作業、ゆっくり進もう、のぶさん。東京ベイアクアラインと書いてあります。アクアライン私よく通るんでね、っていうか作った人も結構身近にいたりするんで、アクアラインですね。どんなコースなのか楽しく遊んでいきましょう。確認確認、水中コースだと思うんだけど。レストルーム、それはいいとして、ゆっくり進んでいこうってそういうことか。なるほど、これはきついんじゃないの。え、待って待って待って、早くボムヘイおいで。そうかそうかそうか、これ、怖い怖い、あ、倒しちゃった。うわー、ちょっと待って、なんて地味なコースなんだ。違うのかよ。1997年、あ、オープンド、あ、開きましたか、開通しましたか、そういうことか。何書いてあるんだろうと思った。ゲスト、イエーイ。なんで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 こんなところにゲストがいるんだよ、怖いじゃないか。あー、びっくらこいた。マリオタイム、ふう。皆さん、東京アクアラインを撮るときはこうやってね、作った人の苦労を少しずつ少しでもいいので噛み締めて通るようにしましょう。安全運転でね。